こんにちは、ちげんです。ですね、今日は T シャツの発送作業とかももろもろ終わって落ち着いたので、ある種自分の中で休みを設けまして、ちょっと今日はオフを Vlog という形でですね、撮っていきたいなと思います。まあお買い物ですね、完全にお買い物しにいろいろと回っていきたいなと思います。とはいえ緊急事態宣言だなんだかあるので、今日一日で全部回ろうかなと思っている所存でございます。早速行ってみたいと思います。京王の北線はお乗り換えです。吉祥寺来ましたけれども、なんで吉祥寺かというと、ここにですね、僕の同僚、元同僚の方がですね、飲食を始めたということで、1ヶ月ぐらい前からやってるんですけど、なかなか行けずって感じだったので、今日昼飯っていうことでちょっと顔出して食べてみたいなと思ってきました。ユニクロもあるんで、ユニクロでちょっと靴下履いて、まあいろいろと吉祥寺を探索していきたいなと思います。加藤さんです。一人で元気でしょ。元気です。おかげさまで。すごいですね。改めてこれダップスでいいのかな。ダップスで。ダップス。はい。おすすめが4番。4番。オーセンチョップズチーズサンドイッチ。はい。でそれにします。マジうまそう。熱っ。うまそう。うまそう。お願いします。これですね。いや、おめでとうございます。いや、緊急保護って形で。コーラは正義だね。あ、これとポテチと一緒。はい、へぇ。加藤さん。はい。めちゃくちゃうめぇ。マジっすか。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。マジうまい。マジうまい。じゃあまた、またちょっと近々またいろいろやりましょう。お願いします。じゃあね、バイバーイ。ニューヨークのなんかポピュラーなサンドイッチらしいんですけど、僕ニューヨークのカルチャーとか知らないんで、初めて食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったです。吉祥寺来られた方はぜひ行ってみてください。じゃあちょっとまた次の場所に向かいたいなと思います。続いて学芸大学におりまして、おなじみのバルに、ちょっとお邪魔したいなと思います。ただ今回ですね、ちょっとゲットするものがバルのアイテムではないんですが、取り寄せていただいたものがありましてですね、それをちょっと受け取りに行こうかなと思っています。バルのお店もですね、まあ、もちろんバルの商品もあるんですけど、それ以外にもうよりすぐりのハイセンスなブランドとかも取り扱ってたりしますので、皆様ぜひチェックしていただけたらなと思います。ではバルに行きたいと思います。あとそうだ、隣にあるジャジスポももし空いていたらちょっと邪魔したいなと思います。買います。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いらっしゃい。すいません。ちょっとじゃあ、ちょっと CD とかいろいろ見ても。ぜひぜひどうぞ。いいですか。ありがとうございます。すいません。ちょっとゆっくりさせていきます。
ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。買ったらすぐ着用しちゃうっていう感じなんですけど、ね、バルーとジャジスポちょっとお邪魔させていただきました。で最後はですね、まあアトモスでやってなんかいいもの靴あれば買いたいなと思います。そうだ、例えば靴といえばスニーカー男子コンマさんのスニーカーズのですねドロップオフという企画で、まあある意味日本代表ですよねに選ばれたというか、しかもまさかの、ダンクオフワイトすごいなと思います。改めておめでとうございました。また何かやりましょう。はい、ということでですね、事務所に戻ってまいりまして、せっかくなんでいろいろと購入しましたし、ここでね僕が今日買ってきたものを紹介したいなと思います。で、今一人撮ってるんですけども、コバくんがですねちょっとまあ予定合わずで、今回はコバくんがちょっといないっていう形、ちょっと寂しい感じなんですけれども、紹介していきたいなと思います。まずはですね、吉祥寺に行ってきて、まあ、ダップスさんの方で、まあ、美味しいサンドイッチを食べさせていただいて、まあ、その帰りにですね、あのユニクロに寄りましてこれを買いました。はい靴下白2個と黒と、僕ちょうど今履いてるんですけど赤、これでこの4色でですね、1000円しなかったぐらいかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、メーカーとかブランドのやつが入ってるやつとかも1年前ぐらいとかは結構履いたりしてたんですけど、もう今はもうこれですね、何も入ってないのが一番良かったですよっていう感じですね。ユニクロでまず靴下を買いましたと。続いて先にこっち紹介しますね。はい、こちらあの韓国のサウンドショップバランサっていうところとジャジスポの限定 CD だそうで、なんかいろいろ見たらですね限定300枚っていうことだったんですけれども、少しだけ出ていただいてガクさんにですね、ちょっとおすすめなんですかって聞いたら、これ一番いいよっておっしゃっていて、トラック1がアグリダックさんっていうその韓国の DJ の方らしいんですけど、でトラック2がですね僕も大好きなアーティストでブダモンクさんっていう方がですねやられているという感じで、まあ、ビコーラの方にですね商品ページを貼っておきますが、その商品ページの中に、まあ、あのリンクがあってですね、まあ、なんかダイジェストというか、まあ、ちょっと視聴じゃないですけど、まあ、少し聞けるところがあるのでぜひ皆さん聞いてみてください。もう本当になんかまさに心地いいゆるさの流れるCD でして、ああいう感じが僕めちゃくちゃ好きなんで、まさに買ってよかったなっていうような感じですね。多分売り切れになってないので、気になる方はぜひ、ね、ビコーラの方から飛んでみてください。改めてガクさんありがとうございました。で僕今回これ目当てで外出させてもらったんですけど、僕すぐ買ったらすぐ着用したい人なんで、もうあの動画内で出てたと思うんですけども、こちら、はい、こちらがですねエトスというブランドのキャッツアイサングラスです。少しねこう釣り上がったような感じの形をしたサングラスになっております。なんでこれ買ったかって言ったら、僕結構チェックさせていただいてる菊野さんっていう方がいらっしゃって、ステインベッドっていうチャンネル名でやられていて、僕面識はそこまでないんですけど、すごくですねおしゃれだなと思って、ライフスタイルってとかあの Vlog をメインにねやられてる方なんですけども、まあ、その方がですねこれかけてたんですよ。かっこよと思って、もともとバルにエトスっていうブランドはお取り扱いがあって、ちょっと前にこれ入荷してたのを知ってたんですよ。ただなんか速攻なくなっちゃってて、あーなんかこれあったら欲しかったのになーとか思ってて、まあでも残念だな、縁がなかったんだなと思ってたら、菊野さんという方がこれでスタイリングを組んでいる動画がありまして、そこでまた再熱してですね、いいなー、やっぱかっこいいな、おしゃれだなーと思って、どうしようどうしようってなったら、バルの方で、まあ、取り寄せできるよっていう話になり、あのじゃあせっかくなんでっつって、あのちょっとお取り寄せいただいてっていう感じでした。ちょっとかけてみようかな、せっかくだから。これもんでいかがでしょう、いかがでしょうって言われてもって感じだと思うんですけど、はい、まあ、こういうサングラスですね買いました。基本的に僕、まあ、さっきかけてたのもそうなんですけど、基本的に目が見えるぐらいの薄さのレンズを入れてたりするんですけど、これは本当にもうほぼほぼサングラスみたいな感じですね。最近ちょっとぐずつく天気になっていますが、天気がいい時とかはこういうのをかけてですね出かけていきたいなと思います。いや、めちゃくちゃいい買い物した。
で、あとやっぱね、これちょっと見てわかるかわかんない、どうなのかわかんないですけど、このフラットなレンズなんですよね。だからすごいスタイリッシュに見えて、商品ページにも書いてるんですけど、サイドから見た時のフレームのラインがこうストレートになるから、キャッツアイのサングラスにしては珍しいみたいです。僕もそんな詳しくはないんですけども、すごい洗練されたようなイメージになるかなと思います。気になる方はぜひ、こちらもエトスさんの勝手にですけども貼らせていただきますので、お値段がですねちょっと奮発しまして 38,000円。まあでもサングラス、いいとこのサングラスだと大体3万円とかが結構相場というか、まあボーダーぐらいだと思いますし、3万切ったら、ああ意外にお手頃だなっていうような勝手な印象なんですけども、ちょっと奮発した部分はありますけど、こんなサングラスを買ってまいりましたというような感じでございますっていうような感じで、今回のお買い物のメインとなるものでした、これが。で、僕アトモス行こうってなったんですけど、動画内でアトモスのシーンがなかったじゃないですか。行ったんですけど、正直目星ものがなくてですね、なんか撮ることすらもしなかったっていうような感じでした。ただ渋谷の方まで戻ってきて、学芸大学から渋谷の T、 有名なお店があるんですけど、まあ、そこをちょっとお邪魔させていただいて購入したものがあるので、最後こちら紹介したいなと思います。まずはこちらです。はい、スノーカモパンツになります。これ僕ずっと欲しくて、これねめちゃくちゃ太いんですよ。まあ見たらわかると思うんですけど、めっちゃ太いんですけど、お値段7700円でパンツにしてはお手頃っていうような感じですね。でいろいろスタッフさんと話をしたらですね、ちょっと落ち着いたとは言ってますけども、過去を遡っても相当売れ行きがえげつないっていうようなものでして、まあ本当にもう極端に太いんで、好き嫌いは激しいかもしれないんですけども、僕はですね、まあそういうスタイリングもありかなと思って、ちょっと自分のスタイリング、またもう一個幅を利かせるっていう意味でちょっとこういったパンツを買ってみたというような感じでございます。でもう一個買ってきてですね、それ何かって言ったら、このニットハットというか、こちらもですねちょっとゲットさせていただきました。ちょっと被ってみます。ニットなんでやっぱりこう結構肉厚で、まあ、このラインの感じと、あのこのフィット感とっていう、なんか B2 ではないんですけど、ちょっとこうストンと落ちたようなシルエットになってますというような感じです。これを買った後に行ったんで、ちょっとこれをかけてちょっと組み合わせを見たら、これいいなっつって、で結局このカラーが一番僕被るかなと思って、こういう風なニットハットを買いました。こういう風な感じでですね、ちょっと僕自身もですね、こういうサングラスも初めて買いましたし、ハットはいろいろ持ってますが、このニットのですねハットっていうのも持ってなかったりしてとか、あとはスノーカモも初めて買いましたし、個人的には結構挑戦したようなアイテムを結構今回は買い揃えたのかなと思っております。別にそんな狙ったわけじゃないんですけど、まあパンツとキャップとサングラスとっていうような感じだったんで、まあせっかくなんでちょっと全部着てみようかなと思います。こんな感じで、まあ、まさにパンツの太さがすごく著しくこう見られるようなスタイリングかと思うんですけれども、 T シャツだったりとかをサイズ感を少しちょっとワンサイズ上げたりとかするだけでしっくりくるかなっていう感じでございます。こういう風なスタイリングっていうのは僕の中では面白いなっていうような感じでございました。以上でございます。まあ、そんな感じでですね、久々に買い物をしっかりオフラインというか、実際にお店にちょっとお邪魔してですね買いまして、やっぱお買い物っていいですねって改めて思いました。欲しいなと思ったものをゲットできるっていう、やっぱりこの嬉しさっていうのが、結構最近疲労感がえげつなかったんですけども、まあちょっとそれが吹き飛ぶぐらいのですねテンションの上がりようでした。緊急事態宣言っていうのもありましたし、まあもちろん感染対策をしっかりした上でですね今回外出しましたけれども、月に1回はこういう風な形でですね引き続きちょっとまあ Vlog っていう形になりましたけども、お見せできたらなと思いますし、もし今回買ったものでもですね気になるなっていうのがもし皆様であればですね、まあ備考欄の方に全て記載しておきますのでチェックしていただいて、もしそれで欲しいな買いたいなっていうものがあって買ってくださったら、それそれで僕も結構嬉しいものもありますので、まあそういった方に関してはですね、買ったよとかこれチェックさせていただきましたとかっていうのをコメント欄にいただけるとすごく嬉しいですっていうような形でですね、今回は Vlog プラスちょっと買ったものの紹介っていう形になりました。今回スニーカーとかは買ってないんですけども、来週ぐらいもし買えたら、来週はちょっとスニーカーの紹介したいななんて思っております。ということでですね、引き続きこちらチャンネル登録などしていただけたらなと思いますし、まあ、先ほども言いましたけども、コメントなどですねいただけるとすごく励みになりますので、何卒皆様よろしくお願いいたします。ということで今回はここまでさせていただきます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。